昼ご飯のお話です。ポテト、今日はポテトですか？ポテト、唐揚げときゅうりとエビフライ。ゆうちゃん食い終わったの？うん。え、じゃあいただきます。まずポテトから。うん、なんだよ。僕はこれなんだ。はい、僕の、はい、僕の。じゃあこれ違うんじゃないのって。違う、これがいい。あと用意先に。キュウリ食べてるの？キュウリ。ん？キュウリ。うん。うん。これいらねえって。あ、それそれそれって数あるじゃないの、それって。ちびきこれあるよって。え、それ、あ、くれんのって。待って、半分もちょっと1個あるんですか？いいか、好きなんじゃねえよ。そしたら取れたら食うから。あ、単語みたいなの。ちょっとあげるよ。芋か。で、そうちゃんね。こっちの味なんだった。ご飯できたって。あ、じゃあ。何だろう。あんまりしかない。これニリガノじゃない？違うよ。なぜかというとさ、俺アーモンド残ってない。うん、全部食べちゃった。アーモンド何に勉強でしょ。で、残ったのはミルク。何が入ってんのって。ミルク、ミルクホーズドな。半分くれ、半分くれ。ちゃんと食べやすく左に。いいよ。いいよ。いいよ。かもです。味わってきました。もうつまんないようにさ、別々にしといたんだよ。いいよと。老干嘛了呢？ちょっとばっかりじゃなくて、俺にもやってくれよって。